まあまあ4コマ対決ですか、はい、うん、これがね、中岡さんはね、なんかちょっと自信ありげにこの企画を持ってきたところ申し訳ないんですけれども、うん、こっちは筋金入りの4コマなんですよ。まあ昔から書いてはいるわな。エイタンの草サイトという、うん、もう大学生の時のサイトにすでに4コマを掲載して、うん、爆発的な人気の高さを誇っていた、はい、いやトレーシングペーパー使ってやっぱぐるぐるとかをパクってたんで、うん、ああパク、はい、まあね、僕にはかなわないかなと思うんですよいや俺の方が絶対上だって。まあまあまあ、でもね、今ねアニメイトに売ってなかったんで、うん、まあ、今回はシャーペンとちっちゃいスケッチブックみたいな、よくコンビニで売っている、はい、うん、あいつと、まあ、物消しゴムガチのアナログだな。3種の神器でいこうかなと思ってるんですけれども、うんうん、僕はもう一発目から、おー、やっぱ4コマはね、うん、どれだけ感情をかき乱すかなんですよね。あ、はいはい、来るよ今日4コマ、うん、え、エイタンのクソランチ、超天気つもあるから、クソサイトではない、エイタンのクソランチ、うん、わかりやすさが重視よ僕の、あ、はいはい、まあ、ランチだからね、必要最低限のものしか書かない、うん、ひしゅえ昼だぜ、おスーパーで甘いかサンタロー10枚ランチだおやつなんだよな走れエイタン、おピンポンとあ、入店したわけ、ピンポン入店してはいはい、はい、まあ、カゴを取ると前になんか見たことある、前には見知った三人衆がいるね、はいはいはい、まあ、エイタと止まるよね、うん前の三人は気づいて、まあ、気づいてはいない、後ろにいるから僕は、はいはい、うん、ピンポンと帰ってった企画館どこ行ったのなんか声かけらんないよね声かけてくれればこっちもなんかかんかねリアクション取るのにね、これがまたなんかもう3人の世界がもうできちゃってて、あ、まあ、楽しそうに喋ってるもんだから、うん、もういけなかったよねかわいそうでそんな間柄でもないでしょ、感情揺さぶってこない、これはね、うん、揺さぶるどころの話があるよね、うん、これが4コマよ、だってここにいたら抱きしめてあげたくなるもん今、うん、だろ、うん、うん、ちゃんともうたまらんな、一周やな、このテンションの作用、今これ100でしょ100、うん、これ80か70だよね、うん、次30くらいまで落ちるね、これ間がいいなピンポンとマイナス100ぐらいになってるねこれねピンポンの音符がまたねあのなんていうのかな悲しさをね醸し出すんだよな音だけはねもう最小限のやっぱ情報で伝えるのに特化してますんでうわこんな拍手これも勝ったか今日の4コマ勝負1本で勝ったかこれは強い、まだまだあるよ、うん、音波栽培、音波、タイトルではパッと分かんないが、何やら読書欲がそそられるタイトルですね、うん、タイトルから勝負だ、曲を聴いてるとか、ああパターン、トイレから出てくるヘイタン坂本すると、うん、壁から、はい、一本のツタ草が生えているのに気づく、はい、うん、これ1日目気づいてしまうわけ、はい、これそこの壁のやつだな、1日目、はい、5日目もうこ優しさを見てくださいどういうことこれ、あの植物に歌を聴かせると、うん、よく育つということで、はあ、もうトイレから出るたびに、うん、もう歌をね、うん、さえずるわけ、グリーングリーン君はよく育つ草よ、うん、などをこう口ずさむことで、うん、もう草の成長を促すわけよ。あ、確かにクラシックを聴かせる野菜とかあるからね。あるでしょう、うん、で僕もそれを、ね、歌によって、はい、音育、うん、音育してるわけ、うん、優しさをまず感じてほしいね、はい、2コマ目、うん、
もうだんだんこう僕も乗ってきちゃって、もう DJ よね、はい、草に対してみたいなね、汚いんだよな音が何をチクチクしてるか分かんないしな10日目ぐらいに、うん、もう DJ で全てあらゆる音楽を、はい、音いっぱいやってな聞かせたわけなんですよ、うん、まあ、そしたら枯れちゃったんだよなもう不協和音すぎてもう草も嫌だったんだろうなきっとな、そしたら枯れちゃったんだよなしなびてしまって明らかに元気なくなってるよね垂れなくなってさシワシワになってんじゃん、何が悪かったんだろうな、いやまず歌がダメだったんでしょう、多分口からさいろんなチクチクチク言ってる唾液飛んで汚れてたんじゃない斬新な4コマではないですか、うんうん、まあ説明が必要、いや説明なんていらないでしょ、いらない、分かるこれでも見たまんまだからうん、あれバカバカバカ結果でしょバカバカバカ結果で実写、いや素晴らしいよ、もう揺さぶってくるね、こんなに頑張ったのに現実は非常であるという、あ、はい、現実がなんかこうまた残すものがあるよ、うん、ここもまた哀愁を漂わせてる、哀愁漂わせてるよな、うん、こんな枯れることないべやこれ見逃しに枯れることないだろ、うん、いくらそんな落ち葉みたいになることないじゃんせっかく唯一の友達が増えそうだったのにねここでまた孤独を味わなきゃいけないっていう、そう、そこもまた評価点に加えておいてください、うん、壁だけ汚くなってくるんだよな、壁カビはどんどん侵食してきたのよ、そりゃクチクチ言ってるから口から出てる下タン、ツバが壁に当たって黄ばんでくんだべどんどんそれも評価点にただの汚物だからね